球坊やみたいなやつだけど、どうした、うるさいね君は。それは光ってないからね、アリケン最低だな。なんでそっちだろ、最低は。なんだよ、あいつ食べ放題で。家が死んだから持ち物ねえわ、家帰るわ。急にすべて思い出した。頑張りましょう。ありがとうございます、アリケンさん。うん、頑張りましょう。うるせえ、うるせえ。なんで野球坊やみたいなやつだけど、どうした。すがった本なかった。それしかないの音楽。もっとあるでしょ、この世界。あ、でもギターとかはあったよ。あ、あるんだ。なかったもう、ほぼ磯のカツオやもんね、洋服が。野球しに行く洋服だもん。いや、もう昨日、ちゃんと、あの何、夜が更ける前に寝て、うん、別のイベント出てたからさっき起きたんよ。だからね、文明が追いついてない。楽器を叩くしかやることがない。でもそんな進んでないよ、まだ言うて。前回もそんな感じじゃなかった。前回もこんな感じではあったよ。まあ、2日目だよ。そうだよ、ゆっくり行こうや。ね、うるさいね君は。どっから持ってきたの、そんなバルブのついたベル。自販機、自販機。自販機で買えます。コン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 、いいね。そのボスの周りでそれカンカンしながら走り回ってほしい。一回やろうか、全然いいよ、うん、私迷惑系。これだけ持って走り回ってこようか。ヘイトもらってほしい、それで。おー、おもろそう。プルルだ、行こうぜ。1日1プルル摂取。1日1プルル。こんにちは。あ、プルルル。ちょっと俺なんか物産地、はい、俺が開けたんちゃうか。オッケー、すごいプルルんち、はい、ブルジョワやん。え、いいね、マジ？そう、ね、土地買いました。どこに買ったんですか？やばい、ショートしたプッサンが。稲妻イレブンで覚えてほしい。稲妻イレブン、稲妻イレブンね、今11番。稲妻イレブンで11番。あ、プルル11番、スクラップの話じゃない。11番、カルティプルルの家。おーよープッサン、お邪魔します。あと、ヨウも住んでる。あ、ヨウも住んでるんだ。ヨウね、ヨウとも住んでる。すごい、プッサンめっちゃ頑張ってるやん。キラピカになって暑かったよな。懐かしいな。なんでお前ら、アキラリレボリューションは、なんでお前ら壁一枚隔てて喋ってる。すごい趣味が合いそう。キラリレボリューションの話だな。なんかプルルが捕まってる兄弟みたいになってる。キラリレボリューションの話してる。兄弟助けに来たぜのシーンやん、これ。監獄から兄弟10年ぶりに助けに来たぜ。うん、でもあの囚人アホやぞ、後ろ空いてんのになんでこっち側ずっと見とるんや。いや、そっちが捕まってるのかもしれねえじゃん。まあ、こっちがこっちが監獄、こっちが不自由なんだ。その世界が、そうなんだ、その世界が広いとは思わない方がいいぜ。ああ、うん、めちゃめちゃそっちの方が狭いけどな。逆転の発想、そう、すごいな、そういう発想。そうなんだ、大事やからね、やっぱり。いや、プッサンは本当にすごいよ。やっぱクリエイティブな人は発想も違うな。逆択だよね、これが。1番逆択ね、逆択。プッサン、扉は閉めた方がいいよ。ドアは閉めた方がいいよ、プッサン。あ、いた、本当だ。うん、盗まれちゃうかもしれないからね。そうだよ、全然閉めんやん。うん、盗んではないね。あ、まだ大丈夫。うん、そうそうそう、大丈夫。そんな発作みたいなんだ、カルビの盗みって。いや、あ、もう我慢できない。そういうこともあるんでね、なんか自分の馬乗ったと思ったら、自分の馬じゃなかったみたいな。やばいじゃん、お前、もう根っからの盗っ人じゃねえかよ。盗みに入るのかと言ったら、盗みに入らないんだよ。それ盗んだつもりじゃないんだよ。でも、自分の名前とかつけられたらいいよな。自分のじゃなかっただけなんでね。それは名前がつけられない。それ、同じような財布があってさ、同じような財布があって
って持ってったらあの同じ違うやつだったみたいなね。あの携帯の機種が、うん、あのこの同じやつだとだったからみたいな。そう、それは仕方ないからね。あり、携帯系だな。なんで？なんでな、今言葉の阿弥陀くじ全部下の方アリケン最低だな。よなんでね、そういうこともあるんだからそっちだろ最低は。なんだよ、同じ財布があって持っていったらアリケン最低、どういうことやね。財布は持ってくな、知らん人のだったら。入ってても入ってなくても。どんな言い訳だお前ら。自分とかと思っちゃうこともあるよねってことですよ。でしょ、わざとじゃないってこともあるかもしれない。アリケンがこれからじゃあ同じことをしでかしたら誰も味方になってくれないと。アリケン俺が財布を盗んだらってこと。わざとじゃなくても、わざとじゃなくても人のものを取っちゃったとき、自分のものと勘違いして取っちゃったとき、人が頼んだ唐揚げを食べちゃったら、うん、人が頼んだ唐揚げを食べたら、それ、俺らの唐揚げだったんですけどってオーダー、それ俺のミスじゃなくない？オーダーでも食べちゃったから、ハリケンが食べたから、盗んだことになるからね。盗んだことになるのそれ？店員が悪いんちゃうんそれ？盗んだことになります。アリケン、そんな店員のせいにするなよ。アリケン、どういうことやねお前。どういうこと？人頑張ってんだからさ。違うよ、店員批判してるわけじゃねえよお前。どうやってお前変えんじゃねえよ論点を。俺悪者にしようとするじゃねえよ。どう、人のテーブルから唐揚げ盗んだらわかるけど、目の前に出されたもん食ってなんで俺が怒られんねん。やばいだろそれで盗んだ判定になるの。お前いや一番気をつけないといけないのおめえだよ。早く扉閉めろよお前。お前もだよ。いつまで開けとんねん後ろ。ちょっと危機感持てよプルル、うん、出ていくんかい。え来た脱獄成功や脱獄成功どうよこっち、でもこっちが捕まってるんでしょこれって。こっちが不自由でしょ。こっちが捕まってる世界かもしれない、もしかしたら。じゃプール捕まったやん、この大きな広い地球という檻に捕まってしまったやん。縛られてるのはどっちなのかなっていうことになってしまいますよね。そうだよね。そうだよね、わかんないよね、どっちが縛られてるかなんてね。お、大量に水、おい、カルビ飲んどき、今のうち集めてます。無料だぞ。飲み放題、飲み放題、パンパンになるまで飲もう。これ水飲めんの？5万リットル入ってる。全部飲んだ方がいい。しかもなんか、これ飲みまくったら体力も増えてる気がする。嘘だ、お前。あ、しかもペットボトルにも全部詰めろ。これって盗むことに、やばい、あいつ食べ放題で。家のプール死んだから持ち物ねえわ。家帰るわ。じゃあちょうど死体置いてきたまんまなんだ。あ、プール帰るわ。